です。皆さんこんにちは。野球千葉ルーコです。今回はですね、視聴者さんたちから、中学校の時のなんか武功を知りたいみたいな感じのコメントが、昔から、いただいてまして、それでね、僕の中学校時代をよく知る、野球部のメンバーに、今日はちょっとね、オンライン、つなぎたいと思いますんで、僕がね、どんなキャラだったとか、陰キャとかね、めっちゃこう言われるんで、デブブサイク、陰キャみたいな感じで、ちょっとね、昔の僕を、いろいろね、暴いてもらおうかと思います。本当にね、僕の、顧問の先生、先ほどサムネでも書いたんですけど、ちょっとね、すごい先生なんで、すごい監督だったんでね、話も含めて、いろいろね、もう皆さんに、昔どうだったかとか、昔どういう練習してたかとか、そういうのをね、お伝えしたいと思いますんで、それでは、僕の友人を呼んでいきましょう。よろしく。向こうず。はい、というわけでですね、このサングラスをかけたミスターマリックのような男僕のね、中学時代の野球部の、矢野くんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。矢野、久しぶりやね久しぶりやね。で、今どこおると今は三重県にいるね視聴者さんから昔、昔というか今もないけど、中学校の時、向こうってどんなキャラだったのっていう、向こうさんのなんかその過去をちょっと知りたいですみたいな、このデブはどうだったのかみたいな、今はね、もうね。そうそうね、そういうのってさ、やっぱ何、過去知りたいもんだ、なんか視聴者さん的には。YouTube とか結構見るけど、知りたいもんね、過去どんな人だったのかみたいな。やっぱそういうことか。じゃあそんな感じでさ、結構質問いただいてるから。はいはい、じゃあその質問で、俺が答えるのもあれば、矢野に答えてほしいのも結構あるけどさ。はいはいはい。じゃあそれでいきましょうか。よろしくお願いします。はい、お願いします。何でも答えますよ。向こうず。中学時代、向こうさんはどんなキャラでしたか答えていいのいいよいいよ。なんかさ、あんまさ、どんなキャラ記憶あるまだお前。だって15年ぐらい前やつよ。めちゃくちゃあるよ。めちゃくちゃあるよ。小中高、野球部、だからどんな感じだった？どれが一番濃かった？やっぱ中学。いや、中学、高校も、中学が濃かったかな。あ、ほんと？それ嬉しいわ。どんなキャラだった俺。あんま覚えてない。どんなキャラ？性格的な部分で言うと、本当にね、ガキ大将じゃないけど、もうみんなの中心みたいな。俺さ、今さ、視聴者さんからさ、陰キャとか言われたわけよ、陰キャ。いや、陰キャとはね、真逆ですよ、本当に。陽キャです、陽キャ。典型的な。典型的な。もう、みんなついていくみたいな。なんか、あれやもんな、いつも取り合いことかしよったもんな、俺がな。うん。野球部で、チーム分けとかサッカーやるにしてもバスケやるにしても、ああそうやね、なぜか俺が取り合いするっていうので、ちょっと俺もなんか嫌やったか、なんかちょっと覚えとは。キャラ的にはね、僕らの中学4クラスあったんですけど、その4クラスの、めっちゃおもろいやつが 4,5 人いたうちの本当1人の一番上かなぐらい言っても過言ではないキャラだったと思いますよ。めっちゃ褒めるやん、大丈夫いやキャラはね嬉しいね、ちょっと。おもろかったよ、本当に。向こうず。向こうさんは野球うまかったですか？おう。これはね、正直に言いますけどね、はいはい、うまかったですよ、かなり。普通にうまい、めっちゃうまい。てか、多分さ、サムネ、俺、中学校の写真にしとうけんさ、うん。多分、ギリギリ気づく人もおると思うけど、うん。やっぱバリアスとや。ああ、そうやね。普通だって、今のこの、どうしたって、俺ら昔を知るからからしたらね、どうしたのあれっていうその腹っていう。確かに。俺が結構さ、デブキャラな感じでさ、向こうさんは割とこう、普通体型ぐらいやってさ、確かに。今なんか、どうしたお前みたいな。でさ、ポジションもさ、俺さ、ずっとショートやったやん。うん、そうやね。で、サード守ったり、ショート守ったり、セカンド守ったりか。は記憶ないけど、ずっとショートっていう印象かな、俺の中では。多分想像つかんよな、本当に。なんかもう俺も過去に戻りたいもんね今はもうなんかさ、イップスとかって言ってるけどさ俺いまだにビジネスイップスだと思ってるからね。え、あれ何、イップス昔の知ってるからお前だろっていう。お前イップス俺信じてない、マジでやろういやどうなんやろうとは思っとうよ。あ、マジでうん、そうか、矢野はね、中学校、まで一緒でね、高校が別になっちゃったけどね。だけど、それからデッドボールあった動画とかもしれないね、もちろん知らんけどさ、動画で見たかもしれないけど、でもその後はやっぱ草野球やってね、なんか急にね、やっぱビジネスイップスはでもやばいやろ、さすがに。
ないやろうけど、あんな引っ張らんやろ。昔知ってるからこそね。あ、確かに。だけど昔さ、もうイップスとはもう無関係の男だったからな。そう、そうね。ピッチャーはやってなかったけど、普通になんか不満だったもんね。なんか多分ね、俺昔 SSK のグローブ使ったんだけど、うん、ね、2年生の時かな、あの先輩らがまだおる時代に、うん、多分ね、34試合ノーエラーとかやってるね、多分。あ、そうね、エラーしてるところだってマジで記憶にないもんね。そうそうそう、今じゃあんななんかミスるキャラみたいになっとるけどさ、上の代の時から出てたけど、全然バリバリやっとったもんね。やばいよな、今考えたら、なんかやっぱ中学校の方が上手かったじゃないと思うよけど、今。いや、試合やっとる、あの時の方が上手かったと思う。バッティングはちょっと今の方が多分いいけど、そうやね、バッティングはすごい成長してるね。守備は昔やな。向こうず。じゃあちょっとさ、俺らのさ、監督の話ちょっとしようぜ。疑惑の。監督。まあ、なかなかね、監督は、見た目はパンチがあったね。ねえ、てかもう、パンチパーマやったしな。そう、パンチパーマで、グラサン、色付きグラサンつけて、なんか指なかったしね。てか、もう本当にさ、有名やと思って、俺たちのさ、内浜中野球部の監督やべえっつってさ。俺らはもう、俺マジで鮮明に覚えてないけど、うん、中1の初部活の日、俺、うんうん、全然野球とかしたことないけど部活行って、うん、なんだこれマジでそっちの人やんって思ったもんね。いや俺もね、中1だから。いやでもね、俺がその6年生の時に体験行ったって、お兄ちゃんおったよ、俺2校上。でその時にその時の顧問はまだ別の先生やったよね。ああ、そう。で、入学して、じゃあ野球部初めての練習で新入部員集まれてなったらいきなりパンチパーマ。あれサングラスって、パンチパーマでサングラスあれ。それで、ロックのさ、ボール渡ししたらさ、小指ないしな。さすがにちょっとね、だけどさ、で、あとさ、俺らがさ、中2の時のさ、1個目の先輩がまだおる時、あの時さ、メールハマ中と試合したやん。うん、でさ、なんか、多分サインミスかなんかした時にさ、いきなり試合中にバット投げたの覚えとる。赤のマスコットバット、あれ。いやいや、試合中。荒巻きっつって。50秒ピールついてる。いや、でもさ、あれ冷静に考えたらさ、とんでもない人に、ね、中学校の時野球を襲われよったね。俺今はさ、あの時はなんかまあそんなもんかなって思ったけどさ、うん、今に冷静になってさ、台の隣が中学したりさ、バーっておかしいやろ。俺もさ、一回殴られたことあるもんね、これで、分かる。集合されてさ、でもなんか暴力とかはね、そんなに古い人ってなかったよな、うん、比較的優しかったし、なんかもうあの時60歳ぐらいだったとかやな。そうね、多分そんな近かったんじゃないかな。なあ、で、それで、あんだけバリバリノックも打ちよったんやね。うんうん、うん。でも、そう考えると、やっぱすごい人やったんすよ、あれは、あの人ね。向こうず。学校生活、どうでしたか、モテてましたか。これはね、僕はね、あんま偽りをなく今日話したいんですけどね。正直ね、まあまあ持ってました。やっぱね、中学時代ってね、顔とかよりね、こうキャラが面白いやつがモテるじゃないですか。はい。でもそれでこうやっぱキャラでこう向こうおもろいっていう感じで、うんうん、結構持っててましたよ。まあ、バレンタイン確かにな、ギリチョコ含めるとやっぱ10個ぐらいもらってたよな。そうやね、結構モテてはいた印象が。いやでもさ、女の子から俺嫌われてたよな。誰を選ぶんだいみたいな。じゃない。まあ、モテてはいましたよ、まあまあ。チョコレートで、ね、チョコレート事件、ホワイトデーをちょっとなんかこの人には返さなかったみたいなのでさ。それは俺知らん。あったっけ、そんな。あった。この子には返したけど、こっちには返さなかった。でもなんか、多分ね、当時ね、俺多分恥ずかしかったよ、多分ね。うん、なんかさ、そのホワイトデーを返すのを見られたくないとか。うんうんうん、なんかそれをなんか渡すドキドキとかもあったしさ。ああね。なんか今考えたらやっぱ、ね、ちょっとね、シャイボーイやったかもな、恋愛に関して。野球って感じだったもんね。そうで、あとさ、結構さ、みんなさ、周りがいじるやん。なんか、すぐ噂になるやん、やっぱああいうのって。うん、だってさ、俺らラブレターもらったさ、チームメイトでさえさ、なんかめっちゃいじるよって。
そうやね。なんか、上そんなもんやろ。そんなもんやろ、中学生なんて。なんやろうな、今考えたらなんか戻れないよね、またね。そうやね。楽しかったね、本当に。中学俺一番楽しかったもんな。いや、確かに。俺もやっぱ中学校めっちゃ楽しかったな。向こうず。昔ね、福岡のあの、どうもっていう深夜番組とかも出たりね。ちょっとね。福岡のローカル番組。福岡のローカル番組の準レギュラーやったな。面白いやつなんで、野球も本当にね、実力あると思うし、まあ、俺のもあれですけど、なんで今後もね、皆さん野球 YouTuber 向こう応援してください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。以上、矢野くんでした。ありがとうございました。はい。はい、はい。お米が甘い、お茶をかか、我が学びよは散りそびえ、自主の歌声、高らかに、セフリの峰にこだまして、若き我らの行く末を永遠に見守る我が若、藤浜中学校、勝つか、おっしゃっしゃー。